真紀君、池田君。はい、立憲民主党の池田真紀です。よろしくお願いいたします。まずおとといなんですが、3月31日、世界経済フォーラムの方でですね、ジェンダーギャップ指数2021が発表されました。日本の順位は、昨年は153カ国中121位だったのが、今年は1位上がりまして、といっても156カ国中なので、その評価はちょっと別かなとは思うんですが、特に政治分野では147位ということで、極めて厳しい状況にあるというふうに引き続き思ってます。衆議院は特にこの国会でも 9.9% ということでありますので、非常に、OECD の加盟国平均の、29% から、比べますともう3分の1ということで、この委員会もですね、ちょっと数えただけで35人中のうち委員長を含めての人数で恐縮なんですけれども、女性が3名ということで、やはりこういう割合かと。で、閣僚はですね、極めて厳しい状況の中で、この委員会は上川大臣女性でございますから、特に今日はその女性の取り巻く課題といいますか、ここで声を上げとかなければ放置されてしまうかもという思いで、今日は質問をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まず1点目なんですが、昨年ではありません、しばらくなんですが、平成30年、7月30日から令和元年の、10月の11日に、中間まとめを報告をされています。これ、厚生労働省の管轄で行われておりましたけれども、困難な問題を抱える女性への支援のあり方についての検討会、これが開催をされております。で、この検討会の中では、法務省が持ち帰りますということで出されておりました課題、これがですね、売春防止法の問題意識、この検討会で述べられていたかと思っております。はい、その中で、この法務省を持ち帰ると言っていた課題について、大臣はその報告といいますか、受けて、認識を持っておられるのかどうか、共有されているのかどうかということをまず確認させていただきたいと思います。上川法務大臣。私自身、法務大臣就任前からこの問題につきましては関係する方々のご意見を聴取したり、ヒアリングさせていただきながら取り組んでまいったところでございます。厚労省におきましてのこの困難な女性が抱える問題につきましてのレポートにつきましても、大変重要なレポートであると認識をしているところでございます。この中に法務省の関わる部分につきましても、売春防止法の規定そのものがこれにさまざまな制約を課しているというようなことのご指摘がございまして、この問題については特にこの問題の解決にあたって積極的に関わるということについては指示をしているところでございます。池田真紀君。はい、その検討会でやはり述べられていたのが、厚生労働省が この検討会自体はですね、この第4章に変わる支援ということ、婦人保護事業等ですね、変わる支援ということで、新たな支援法をテーマに検討が進められていたんですが、何回も何回もですね、繰り返し参加の方々からは、大元の問題点といたしまして、売春防止法のそもそもの1条ですとか目的、そして2章3章に関してもこれら提言問題意識を述べられています。で、この売春防止法が問題なんだと言っていることを大臣どう捉えていらっしゃるのか、あとその検討が必要なんだ、改正といいますか廃止を求めているような発言も結構あります。そういったものについてこれらをどう受け止めていらっしゃるのか、現状認識をお伺いしたいと思います。川原刑事局長。
お答え申し上げます。委員のご質問は、現行の売春防止法が、なんて言いますか、その存在意義であるとか、実効性という形で、どうあるべきかということをご質問になっているんだろうと思いますので、その観点で、お答え申し上げます。売春防止法は、ご案内のとおり、第1条におきまして、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春を助長する行為と処罰すること等を目的とするというふうに規定をしております。で、その上で、第2章で、刑事処分にということで罰則を作ってございます。で、この第2章におきまして、公衆の目に触れるような方法での売春の勧誘等、公衆に迷惑を及ぼすような売春勧誘行為を処罰するとともに、売春当事者以外の者が売春を助長し、あるいは売春を契機に利益を得ようとする各種行為を処罰することとしております。こうした罰則は、女性を性的搾取の対象とするような売春の助長行為等を検挙処罰するものでございまして、現行の売春防止を私どもの立場からは意義のあるものであると考えているところでございます。池田真紀君。意義のあるものという お答えでよろしいですか。これはすごく現場とか現状からは乖離をしているなというふうに思っているところはあるんですが、あるというか、もうそもそもこれ昭和31年ですよね、から私もこの国会の中で、ずいぶん議論をされて、当時の、戦後の状況からですね、制定をされていった経緯から踏まえますと、現状、今の社会情勢が本当に大きく変わっている状況だと思います。で、その検討会の中でのこの、事業に関する第4章にかかってくる事業もですね、売春防止法の、支援という位置づけで言いますと、極めて限界といいますか、利用率としてですよ、売春防止法上のその事業の利用率といったものが 22% だったりとか、極めて非現実的であるということが一つ、そして、加えて言いますと、もうそもそもこの犯罪者としての面と、この要保護というこの被害者としての面と、一緒に扱うことの、矛盾さということだとか、あと誤条違反であることっていうこと自体が、執行猶予を取ったのにですね、補導処分として補導員に収容されるということが許されたり、若い女の子に関しては補導されると鑑別所に行くと、行き着く先が婦人保護施設ということなんですが、とにかくその、犯罪とは一切関わりないという、状況ではないから、今刑事局長はある意味別の視点で意義があるというふうにおっしゃったのかもしれませんが、極めてその当事者たち、あるいはその、該当されている方たちに関して言えば、この要保護女子というふうに言われている昭和31年に成立したこの売春防止法で初めての、用語として扱われてきている用語でございますけど、これ売春を行う恐れのある女子を保護するという意味で、それ以降ですね、今支援の多様化、そのニーズの多様化に伴って家庭環境の発展とかですね、生活困窮とかの状況から、平成13年から DV 被害者、そして平成16年から人身取引被害者、平成25年からストーカー被害者が事業対象に明確化しているのに、やはり言葉が婦人収容保護法制という極めて人権侵害的な言葉であり、その後、女性が被害を受けているのに、加害者側に立っている、さらに言えばその風土といったものの言葉もですね、転落の防止とか社会環境の浄化とか極めて差別的な言葉もあります。こういった言葉もそうですし、その法的な根拠自体をですね、見直さなければいけないんではないかという議論がこの間かなりされていたと思います。それで、法務省は持ち帰ってくださいということで、厚労省ベースはいいんです、この後の支援の話は今日はしません。なので、そもそもの、その根幹となっている売春防止法自体、時代と合わないよねと、あるいはその女性の蔑視とか人権侵害、まさにそういうところだよねっていうような
受け止めとか課題をもう少し検討してみようか、整理しようかということは行われていないんですか。川原刑事局長。お答えを申し上げます。私すみません、先ほど、第2章の罰則を中心にお答えしましたが、委員ご指摘のとおり、売春防止法制定からだいぶ時間が経ってございまして、その当時の時代、社会の状況と現代のまた状況が違っているというのは現実、ご指摘のとおりだと思います。そのこともありまして、売春防止法の中でも、その婦人保護事業の見直しにつきましては、売春防止法4章を所管する厚生労働省が、主催する先ほど来ご指摘の困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会において議論が重ねられて、先ほどご指摘のような中間取りまとめがまとめられたという承知しているところでございます。で、この中間取りまとめでは、婦人保護事業の運用面の見直しを進めていくとともに、困難な問題を抱える女性を支援するため新たな枠組みの構築に向けて検討を加速すべきであるなど意見が示されていることを承知しておりまして、現在厚生労働省において検討が進められているところでありますが、私ども法務省といたしましても必要な協力をしてまいりたいと考えているところでございます。その上で法務省はその第1章から第3章は所管しているところでございますが、このような新たな法的枠組みについての検討の方向性も踏まえながら必要な検討は行ってまいりたいと考えているところでございます。池田真紀君。はい、必要な、支援とかそういうことではなくて、その第4章の根拠になってくるんですよね。で、変わる支援というんですけど、そもそも第4章では足りないんだっていう議論をずっとしてるわけですよね。だから新しいリニューアルっていう支援も必要だし、その支援の根拠が必要なんだっていうことを言っているわけですよ。で、もともとですね、その何ですかね、もうこの 法律自体が、もうなんていうんでしょう、措置とか、そういう措置じゃないでしょうと、回復支援ですよっていうような、実態だったりとかですね。で、学校や職場を辞めなくてもいい支援だとか、逃げない、辞めない、殺されない、もうこれがもう鉄則だという状況なのにもかかわらず、この売春防止法の位置づけっていうのは、それ自体がですね、問題であると。で、実際に今必要なその女性支援というものを新たな枠組みで作るといったとき、その根拠は求められていて、厚労省は厚労省で支援策をやると思いますよ。他の省庁も含めて検討する。で、いろいろな実際に支援されている方々はじめ自治体、そして我々も検討を進めたいと思ってます。立憲民主党でもワーキングチームを作らせていただいてやってますけど、やはりそこの根幹的な位置づけですよね、そこに引っかかってくるから、やはりこれは売春防止法制定にもですね、すごい時間をかけて国会の中で審議をして議論されていました。議事録も全部読んでますけど、それに変わるぐらいの時間とかをかけてでもやはりすべきではないかと私は今思ってるんですね。抜本的な法改正が今求められているんではないかというふうに思っています。このもう本当にですね、女性人権法みたいな形からやっていく必要もあるのではないかということで、そもそものその売春防止法自体の問題点っていうのをこう改めてですね、重く受け止めていただいて、それでやはりこれ新たな支援策といったらそれの根拠からまた始まると思うんです。両兵器で厚労省新しい支援策できても、一方で女性が処罰されてしまう、そういう危険性のあるですね、法律が両輪としてあるということは不安だし危険だし、ということなんですよね。なので、買う男はよしとして、売る女とね、業者に刑罰を与える、そうではなくて、中間まとめにも書いてあります、その女性の人権を確立する新たな制度設計に向けて、それは厚労省の方の支援策は支援策かもしれません、でも大元の位置づけのこの売春防止法自体の見直しとか問題点、これ時間かけてでもいいので、これはすごく国際基準に近づけながらも、法律的にも位置づけながらも、当事者がさらに選びながら選択をしながら守られていく、そういった制度が必要だと思っています。
大臣、この運用の矛盾もありますし、この矛盾したこの抜本的な、ね、法改正に向けて、このタイミングででないと、一歩を切り出せないと、私は踏み出せないんじゃないかと思ってるんです。一方で第4章の話が出ていますし、そしてこういうタイミングででないと、この売春防止法自体、第1章、第2章、第3章、そこからの検討が必要なのではないかというふうに思うんですが、大臣、受け止めをお願いしたいと思います。上川法務大臣。売春防止法の構成の中で規定をしております4章のところの規定でありますが、この規定につきましては厚生労働省の所管事項ということでございます。その意味で売春防止法がこの先の新たな法制度について議論をする中でどのように関わってくるのかということについては検討をしている状況でございます。委員からご指摘でございますとおり、女性をめぐるさまざまな課題はですね、非常に複雑化していますし、お一人の方がいろんな要素を持って課題を抱えていらっしゃるということ、また若い方々につきましても、なかなか相談するところがなくて、民間の方がアウトリーチしながら、その状況についてレスキューするというようなことでございまして、委員から被害者ではないかというご指摘もあったところについては、いろんな面、顔を持っている状況であるというふうに認識しております。その意味で、この困難な問題を抱える女性という、そういう枠組みの中でしっかり捉えて、そしてその方たち の自立支援というものはどうあるべきなのか、そしてそれを推進していくために必要な枠組み、法的な根拠はどうあるべきかということについて、ご議論をいただいてきたと認識をしているところであります。もちろん支援の部分については、運用ということもございますので、その改善をするわけでありますが、同時に少し時間をかけてということで、この枠組みについての見直しということについての議論が、やはり本質的なところということで必要であるというふうに認識しておりますので、法務省としてもそういう意味で、これは担当はここだけというようなことでない、この問題を総合的に解決するために、法務省としてやるべきことについては、しっかりと取り組んでまいりたいと思いますし、これまでもそうしてきたつもりでありますが、これからもしっかりとやってまいりたいと思います。池田真紀君。はい、ありがとうございます。新作の方はまた別途だと思いますけど、根幹の問題ということで、ぜひ時間かけてでも売春防止法自体の抜本的な見直しに向けて、議論をですね、少なくとも進めていただきたいというふうに思っております。そしてもう今日ちょっと資料別の議題いきますけど、質問になりますけれども、質問といいますか、これはみんなでちょっと見てみましょうという感じで、今日は資料を配らせていただきました。ですね、まずこの1ページ目の表ですね、下の表になりますが、これをざっと見て、女性の刑法犯の検挙人員の年齢層が書かれています。そして2ページ目ですね、2ページ目に関しては、これは男女の刑法犯のこの検挙人員の、どういったことだったのか、男女比、男女別が今示されているわけですね、上と下ということで、で下は高齢者ですね、うち高齢者ということなんですけど、これだけ見てもですね、ここだけで、ちょろっと見ただけでも、例えば1ページ目で言いますと、高齢の女性がこんなに増えてるんだということがグラフで読み取れるかなと思います。そして、2ページ目で言いますと、この万引き、あと窃盗、これがですね、女性がすごく多いんですね。男性と比較にならないほどです。21.6% の万引きに対して女性は 55.7% です。窃盗を含めると、さらに率は広がるんですが、で一番下のこの2ページ目は、高齢者の、内訳なんですね。男女比をご覧いただきますと、女性の高齢者はですね、ここ、検挙されたこの中身、7割超え、75.6% が万引きなんですね。で、それ以外の窃盗 14.6%、ものすごく、この窃盗というだけでも、
まあ、根拠とか、どういう事案なのかということを、詳細をね、突き詰めれば、まあ、ケースバイケースということはよくよく承知をしておりますけれども、ただ、背景にですね、共通する課題として、まあ、困窮とか、年金とか、まあ、そういったものも読み取れるんじゃないかななんていうふうに思うんですね。大臣はこれ、ご覧になられて、どうお感じになられますか。上川法務大臣。法務総合研究所が実施いたしました窃盗の罪で有罪判決が確定したものを対象とした調査によりますと、犯行動機を見ますと、高齢女性の万引き事犯等につきましては、これ、男性の万引き事犯者と比較いたしまして、節約を動機とするものの割合が高く、生活困窮を動機とするものの割合が低い。また背景事情を見ますと、高齢女性の万引き事犯等については、高齢男性の万引き事犯と比較して、心身の問題でありますとか、近親者の病気、死去を背景とするものがの割合が高いということで、同じ状況につきましても、特徴がちょっと違うということについては、女性特有の背景を持っているのではないかというふうに思うところでございます。最近の刑法犯の検挙人員につきましても、高齢者の占める割合というものが上昇傾向にあるということについては、その通りでございまして、また繰り返し の万引き等につきましては、繰り返して重犯をするという形の中で、大変長期にわたって収容されるというケースもあるということでございます。非常に女性特有の問題に絡む問題につきましては、しっかりとその特性の背景、そういったものを踏まえた形で、しっかりと対応していく必要があるということについては、その通りであると思っております。池田真紀君。はい、ぜひですね、この傾向、グラフでいうと、変化が、男女比だけではなく、時代によって変化が出ているものもあります、ぜひですね、この実態のグラフから、あとは中でのその処遇をぜひ生かしていただきたいというふうに思っています。その背景、加害者になられたという中で言いますと、例えば千葉の銚子でありましたね、お母さんがシングルマザーのお母さんが中学2年生のお子さんをハチマキで締めてしまったといったところにもいろんな課題が実はあったりとか、あとは産婦人科医会なんかでも、報道されていますけれども、発表されていますけれども、若年者の、赤ちゃんを出産をしてですね、でそのうちの、0ヶ月っていうんですかね、0歳児が、おおむねといいますか、半数を占めるわけですけれども、うち0ヶ月児、要は出産直後なのか、1ヶ月を満たない、子どもさんが 45.9% も亡くなっているということがあります、心中以外のこれ、死亡例での実数ですから、でそのうち、特にその加害者と言われる、要するにお母さん側がですね、19歳以下が 26.6% も占めていたということで、こういったものからですね、どういった防犯といいますか、防いでいくこと、その後のケアはもちろんなんですが、そういったところも、防ぐという犯罪を防ぐということで、何が必要なのかということをですね、ぜひそういった視点も、処遇を生かしていっていただきたいというふうに思います。これ、女性特有な家具に隠れてしまっている課題だというふうに私も思っていますので、これはお願いしたいと思っています。で、ちょっとここはもう大臣からの前向きな共有できる先ほどご見解をいただきましたので、先に進めていきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。すいません、その後ちょっと順番を変えます。3番4番通告してたもの4番3番にさせてもらいます。時間があったら3番1分でもちょっと確認したいと思いますが、次はですね、名古屋の入管で亡くなられましたスリランカ人の女性の方についての確認です。26日に立憲民主党でも法務省の方にですね、松本次長に申し入れといいますか、お願いに上がらせていただきました。ありがとうございます。でその後
どうなったかというところ、現在状況、もう4月に入りましたので、教えていただきたいと思います。出入国在留管理庁、松本次長。お答えいたします。先週申し入れ書をいただきましてありがとうございます。その内容は直接大臣にご説明を申し上げたところでございます。その上で現在の状況を申し上げますと、当庁におきましては調査に外部の方5名に入っていただきました。具体的に申し上げますと、入国者収容所等視察委員会の現役委員または 元委員であります学識経験者、放送関係者、医療関係者、NGO 関係者、地域住民の中から各1名、合計5名の方々に調査に加わっていただき、まずは事案の概要資料や関係記録の写しなどを送付し、検討していただいているところでございます。当庁の調査チームにおきましては、この5名の方々も加えました上で、この5名の第三者の方々のご意見やご指導もいただきながら、まずは4月10日前後を目標に、亡くなられた方の診療経過や健康状況の推移等の客観的な事実関係をある程度まとまった形で明らかにすることを考えているところでございます。以上でございます。池田真紀君。4月の上旬の報告というのは、今おっしゃった4月10日ということなのかもしれないですが、これ、調査の結果なんですけど、そういう方向になったよということは、ちょっと早い方がいいんじゃないでしょうかね、これからもいろいろやり取りをさせていただいているので、少なくとも、もしれ受けて5名のそういう外部を入れたんだということであれば、第三者の方入れたんだということであれば、その段階で、お答えいただいた方が建設的ではないかなというふうに思っています。不信の塊に今なっているわけですから、そこぜひなんて言うんでしょうかね、小出しにちゃんとレスポンスをいただきたいなと思います。松本次長。お答えいたします。この第三者の方々につきましては、大臣から3月16日に、第三者の方々を入れるようにというご指示を受けて、調整等を行って、いたところでございます。その上で、私の先ほどの説明がちょっと不十分だったかと思いますが、もうすでに、これらの方々には調査に参加していただいて、関係記録等々をお送りして、内容を確認等をしていただいているところでございます。その上で、さらにこれらの方々からのご意見、あるいはこういう調査が必要ではないのかというご指摘を踏まえて、さらなる追加の調査を行った上で、先ほど申し上げましたように、4月10日前後を目標として、少なくとも診療経過や健康状態の推移等の客観的な事実関係について、中間報告的な形で、取りまとめをしようという形で、準備を進めているところでございます。池田真紀君。はい、時間がなくなりますので、今の話はちょっと、引き続き、行って確認も行っていきたいと思うんですが、DV の関係なんですけれどもね、この通知がもうすでに DV 改正法で2004年に出されているんですが、23条にですね、被害者の国籍問わず人権を尊重して在留資格の有無を問わないということなんですが、そこの認識は今持たれているんでしょうか。松本次長。お答え申し上げます。当庁の所管を超えるところはあるとは思うんですが、外国人の方々、これは正規不正規かかわらず、DV の相談等がなされた場合には、関係各所等に必要な調整を行うというような取り組みは、そこからやっているところでございます。池田真紀君。はい、個別事案ということなので、また別途プロジェクトチーム等でもお伺いしてまいりますけれども、これ、DV の、ね、関係で、もしその措置がされていない、そしてあとビデオの関係もですね、このあと公開とかを求めていきたいというふうには思っておりますけれども、これ、私も実際に入管局とやり取りをさせていただいて、DV、別件ですよ、もちろん、DV を優先して、保護を優先して、
さまざまな措置をですね、させていただいたという経緯がございますから、今回の件が極めて非人道的で、本当に今ある材料だけでも国際的にも誰も納得のできない、理解のできないことであるので、これはまた引き続き確認をさせていただかなければ、このあと用意をされておりますね、法案、とてもじゃないけど審議ができないと思います。しっかりとお答えいただきたいと思います。そのことをお願い申し上げまして、今日は質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に